オイドは、原作、七月京一、作画、理性系による日本の漫画作品。講談社、月刊マガジン Z と、ヤフージャパン内、コンテンツヤフーコミックによるコラボレーションに基づく、クロスオーバー作品企画、ヒーロークロスライン作品である。漫画雑誌、月刊マガジン Z にて、先行連載され、ウェブコミック誌、ヒーロークロスラインにて、本連載された。単行本は、 全一巻。また、この作品に登場するヒーローの名称である。なお、外伝小説にあたる、ボイド・虚ョムの半送マイナスについても、本校で解説する。月刊マガジン Z2008 年12月号から、先行連載が、ヒーロークロスラインにて2008年11月12日から、本連載が開始。月刊マガジン Z では、 休刊号にあたる2009年3月号までの全4話が連載されヒーロークロスラインでは2009年4月1日まで雑誌掲載分より1話多い全5話が月1ペースで連載された2009年3月29日より連載されたものをまとめた有料電子書籍を配信開始し翌30日より単行本が発売された有料電子書籍及び単行本発売後は 1> 第1話については期限なしで最終話については期限付きで Yahoo コミックにて無料で読むことが可能であった。しかし配信サイト自体がリンク切れとなっており一時は無料で読むことはできない状態にあったが現在は漫画図書館 Z によるヒーロークロスラインシリーズ作品の電子書籍化で無料でも読むことができる状態になっている。ちなみに 月刊マガジン Z で最後に連載を開始した作品である。なお最終話にあたる第5話のラストページでは、ボイドバージョン1.0エンドの文字があり、第1部間であることを明確に示している。第2部については、原作者の七月京一が、HXL 非公式導入し、HXL アペムディックス3ヒーロークロスライン、おまけ本3に、 ボイド2.0の構想を描いた2ページ漫画を掲載しているが、開始時期は現在不明である。ダークヒーロー的な面を持つノッカーズ・ボイドと、それに敵対するブーツやノッカーズたちとの戦いを描くバトルアクション漫画。劇中で描かれる年代は主に2016年であり、他の HXL 作品と比べると比較的先の年代を舞台にしているのが特徴である。 なお、ボイドのデザインを担当した、福地ひとしは、HXL キャラクターとしては、アルクベインに続き二人目のデザインとなる。また、HXL 作品では、セール、ニードルアイと関連が深い。このうち、セールとは、作者である、ユリコーリョウと、夢ライドリネムの導人サークル、ラ・ムーンから発行された、HXL 非公式導人誌、セールパーフェクトレコードへ、 七月京一が公式作品として、外伝小説、ボイド・虚無の半送マイナスを寄稿しており、作品間のつながりが特に強くなっている。詳細は後日。さらにこれとは別に、ラ・ムーンのスタッフが2010年4月から6月にかけて、実写音楽 PV を撮影しており、若さ新一の造形によって、ボイドのマスクも制作されている。この PV は2010年夏に、 開催のコミックマーケット七十八にて、HXL ミュージックプロモーションルビー,ー・ミーンボイドと題して DVD として販売され、現在はラ・ムーンの公式サイトにて通信販売されている。すべてのノッカーズに敵対するモノボイド。九百九十九年九月二十六日に発生した能力者集団発生現象、オルタレーションバーストとともに出現したボイドは、 ノッカーズのみを狙い、なおかつ能力を消し去るハンターとしてその名を轟かせていった。時はたち、2016年、東京。一人のノッカーズがボイドに襲われる。この事件を機に、タイノッカーズ部隊、ブーツ及びタイテロ捜査班、公安5課との戦闘が勃発し、さらに蘇みった、殉職警官青ざめた馬、ノッカーズハンター左文字も加わる、大規模な戦闘に発展。 激しい戦闘の最中、ブーツの中里警部補と、公安後課の狭間警部は、ロイドの隠された能力を知ることとなる。演は前日の音楽 PV での役者、声は突起のない限りドラマ CD、銀河ロイドコスモ X in ヒーロークロスラインドラマ、CD での声優の表記。ロイド虚無の搬送マイナスは、2009年8月14日から16日に、 かけて開催されたコミックマーケット76にて、同人サークル、ラ・ムーンから発行された、同人誌、セールパーフェクトレコードに掲載された小説作品。文章は、七月京一、挿絵は、夢ライドリネムが担当した。同人誌自体は、HXL 非公式であるが、七月京一がこの小説に対し公式宣言を出しているため記載する。 差し絵のみのページを含め、全十ページにわたる短編小説。セール劇中でセイリウがボイドの誘いを拒否した後にあった、彼らの二度目の会合が書かれている。この作品の存在によって、ボイドとセールの作品間の結びつきがより一層強いものとなった。時は2010年、渋谷センター街アンドロイドの少年であるセイリウが長寿の家を去ってから、 ペンドラゴンによる追跡は激しさを増していた。8人のノッカーズに尾行されていることすら気づかないほど、疲弊した清流とアニマロイドの霧は前方に警察の姿を発見し即座に路地へ逃げ込むが、これをチャンスとばかりに歩みを早める尾行のノッカーズ。この時点で、やっと尾行の存在に気づいたが、すでに戦闘は避けられない状況にあった。すると突然、 倉庫の壁から手が伸び清流たちを中へと引き入れる。その手の正体は、以前、清流が誘いを拒否したボイドであった。ボイド、清流、キリに加え、名称不明であるが、ペンドラゴンに雇われた、ロッセリーニ一族の傭兵や様々なノッカーズが登場する。ありがとうございます。